この前ユニバースサンドボックスで地球の大きさをどんどん大きくしていったら重力がめちゃめちゃ高くなっていったじゃないですか。そんでこういうモンスターも生まれたわけですけど、これはまあ私の想像上のキャラクターなので、今回はね、スピーシーズで実際に重力をどんどん上げていったらどんなモンスターが誕生するのか調べていきたいと思います。それではやっていきましょうか。スピーシーズはこの前のアップデートで重力とかを変更することができるようになったんですよね。 で、これによると、重力が高いと、山に登りづらくなっていくらしいんで、重力を大きくすればするほど、やっぱり、足が強力になっていくんじゃないかなって思いますね。じゃ、まずは、重力2倍で、この普通のスピーシーズで、プレイしてみましょうか。さあ、生まれましたスピーシーズ。今、重力2倍の世界ですね。まあ、それ以外に手は加えてないんで、まあ、どういう感じに進化していくのか、ちょっと、時間を進めてね、見守っていきましょうか。 まあまあの時間放置したんで、どんな感じに進化していったか見ていきましょうか。まあ多分ね、足がね、強力になってんじゃないかな。いろいろ進化してますけど、まあ大体3つに分かれてますね。このタイプが一番多い <laughs>。なんだこれ。これで泳いでるのは、逆にすごいな。私、小学生の時、水泳やってましたけど、この泳ぎ方は教えられませんでしたね。 ま、一番多いのがこのタイプのスピーシーズですね。この足が6つあるスピーシーズです。うわぁ、なんか、すごい気持ち悪い。すごい気持ち悪いけど、やっぱり重力2倍の環境でね、暮らすにはこうならなくちゃいけなかったんで、まあ、私の被害者とも言いますね。で、次に多いのがこのスピーシーズ。 こいつもなんか水中で暮らしてますね。あー、もしかして、あれなのかな重力が高いと、浮力のある場所で暮らした方が楽だから効率がいいのかもしんないな。さすがスピーシーズ頭いいぜ。陸でも水中でも暮らせるっていう感じで、こいつは、まあ、海藻を食べて暮らしてるみたいな。あ。まあ、陸でも暮らせるように <laughs>。めちゃくちゃ足早えな、こいつら。スピーシーズでこんなに足早え奴ら見たことありませんよ、私。 え他人を殺したのに装飾だから食べずに放置して寝始めた。恐ろしい奴らだぜ。重力が彼らをおかしくしてしまったようです <laughs>。こいつとかさ <laughs>、一番後ろの足何のためにあるんだ重力高いし、足増やさなくちゃなーっていう感じで、流行りに乗って増やしてみました、みたいな感じの足がついてますね、後ろに。まあでもやっぱりこの雑食で地上でも水でも暮らせて、足が6つあるスピーシーズがもうとにかく多いっていうか、8割くらいが占めてますね。 もうちょっと時間進めてどうなるか見てみたいな。さあ、結構放置したけどどうなったかな。スピーシーズの数は4体まで、4体っていうか4種類まで減ってしまいましたけど、これを見る限りかなりの突然変異と絶滅がね、繰り返されたみたいです。で、最終的に生き残ったのは、 さっき人口の8割を占めていたスピーシーズって感じですね。この足が6本の学名はアシムッツーとかにしとくか <laughs>。このアシムッツーの子孫が進化して残ったって感じですね。で、そのアシムッツーたちが結構前に2つに分かれて、その子孫のこれとこれが今、 世界を征服してるみたいです。ちょっと見てみましょうか。これが、えっ、ー、と、雑食の足6つです。めっちゃたくさんいますね。学名通りに足が6つって言おうと思ったんですけど、後ろ2個の足はちょっと退化しちゃったみたいですね。やっぱ足6つもいらんだろう、みたいな感じで。学名変えないと。あ、でもたまにいるな。6つのやつも。まあ、まだ色々試してるみたいですね。なんか足6つもいらないかなーっていう足6つと、ほら、こいつなんか足2つしかない。こいつの学名は、足6つ、足2つかな。じゃあ。 で、こいつとかは、足4つなんで、足6つ、足4つかな。でも次に多いのが、こいつらね。こいつらは、巨大な足2つと、か、あ、巨大な足2つと下半身。この3点倒立的な感じで動いてますね。こんなしょうもない見た目なのに、移動速度は相当速いです。っていうか全体的にやっぱり移動速度がすごい速いですね。 このゲーム重力って坂登るときにしかなんか影響しないんで、坂を登るために進化した屈強の足が平地ではものすごい移動速度を見せるみたいな。平地ではって言ったらシリが発動したな。よし。じゃあ、重力をね、4倍にしましょうか。その前にちょっと整備しとこうかな。重力2倍と。なんかいきなり重力を大きくしたら、絶滅しそうな気がする。じゃ、あ重力を4倍にする。さあ、いきなり重力が4倍になったスピーシーズたち。坂を登るのが、 さらにきつくなりました。この山に住んでるスピーシーズはマジで何考えてんのかわかりませんね。まあ、でも逆に言えば天敵も少ないのかな。そういえば海にスピーシーズいなくなってんな。重力が強いと浮力がある水中に逃げ込むんだスピーシーズって賢いなって言ってた私がバカみたいですね。まあ、それはともかく、時間を進めてどうなるか見ていきましょうか。さ、どうなったか見ていきましょうか。 予想に反してですね、スピーシーズの数は17種類にも増えてしまいました。せっかくセーブまでしたのに、こいつら足りねえのかな拷問が。とか言ってたら、種類が4種類まで減ってしまいました。やっぱり神の声をね、聞いたこのスピーシーズたちが、ま、いけにを捧げてくれたみたいですね。ちょっと待って、こいつなんだこれ頭だよね。すげえ肩幅広いな、これ。なんかこういう感じのキャラクターばっかり描いてる漫画家いるよね。なんか、そういう感じに進化してしまったみたいですね。 そんで、このスピーシーズの家系図を見てみると、まあ、みんな足6つぐやめて4つになったみたいですね。まあ、やっぱり6つもあると、靴入った時靴6つ買わなくちゃいけないんで高いから4つに進化したと。まあ、そういう感じじゃないでしょうか。で、坂登るのが難しくなってるはずなのに、すごいたくさん坂に生息してる奴らがいますね。何考えてんのかなまあ、適者生存のゲームなんで、彼らなりの理由はあると思うんですけど、ちょっと、 私には分かりかねますね。とか言ってたら、2種類まで減ってしまいました。やっぱり、相当ぴったりな体にならないと、重力4倍の世界では生きていけないみたいですね。じゃあ重力を8倍にしてみましょうか。まあ、重力8倍にしたらね、結構、さらに足を鍛えないといけないんで、まあ、もっと面白い見た目になっていくんじゃないですか <music> 流力8倍の世界を切り抜けてきたスーパースピーシーズ戦士たちがどう進化していったのかを見ていきましょうかまぁ、あ、例によっていろんな突然変異と進化を繰り返してきたわけですけど今一番数が多いのはこいつらですねこいつらなんか泳ぎがすごい妙水中で暮らしてんのかなこれをこいつら主にまぁ、あ、水中で暮らす奴らもいれば陸上で暮らす奴らもいるとで今のトレンドはまぁ、あ、日本足で なんて言うんですかねこれ。もう日本足で立って歩いて、それだけっていう感じですね。今までは三点倒立的なことをしてたんですけど、もう、それもやめたみたいです。たまに四足歩行とか、あとは、昔、足が6つだった時の名残がある個体もいますけど、基本的にはやっぱり足2つで高速移動って感じですね。移動速度も徐々に上がりつつありますね、これ。ちょっと前までは移動速度1.4でこいつら速えなって感じだったのに、もう全員が1.4、 1.6みたいな感じになってますね。重力を上げれば上げるほど移動速度が上がっていきますね。謎ですな。重力を上げれば上げるほど足が発達していって、どんどん足が速くなっていくっていうのはまた妙な感じですね。島をこうやって適当に歩いてても、もう大体みんな二足歩行っていう感じですね。まあこれを二足歩行っていうのかどうかまた難しい話ですけどね。二足歩行といえば二足歩行なんですけど、二足歩行ではないと言われれば、 水ここではないみたいな。たださすがにね、山の斜面で暮らす奴らはいなくなりましたね。あ、いるわ、バカが。どうして、スピーシーズたちは、山に登るとペナルティーがかかるのに、山に登ってしまうのか。まあ、そこに山があるからなんでしょうね。10種類まで増え上がった。足りねえな、拷問が。80にしてみっか。これで絶滅したら笑うけどな。じゃあちょっと時間捨えてみましょうか。 絶滅した。へへへ。さすがに10倍は厳しかったね。えー、っと、16。さあ16倍はどうかな ?16 倍にした瞬間、町の、島の人間がどんどん死んでいく。やはり倍々で増やしていくのはまずかったかまあ、そん中でもやっぱり、駆け回る奴らも、いないことはないですね。星の重力がいきなり2倍になって、この速度で歩き回れる奴らって、何なんですかね。今まで2倍、4倍ってどんどん大きくなってきたから、16倍になった時のために、 もっと鍛えておくぞ、みたいな感じのモチベーションで、めっちゃ体鍛えてたんですかね。まあやっぱりね。そういうことができる奴らだけが生き延びれる。それが、サバイバルオブザフィッテスト。そういうわけですよ。じゃあ時間進めてどうなるか見ていきましょうか。<music> さあ、見てこっかな。しかし、 いきなり10倍にすると滅ぶのに、2倍ずつだったら滅ばないの面白いですね。これ続けていけば、重力100万とかいってるんじゃないですかなんだこれカラカラじゃん。穴が開いてるんじゃなくて、パン、パンダみたいな模様がついてんのかなこの星の環境がおかしすぎて、骨すら動き始めましたよ。もう、ファンタジーですよ、ファンタジー。あ、もうほら、なんかこいつとかっすね <laughs>。もう半分透明になりながら動いてる。 重力がおかしくなりすぎて、スピーシーズたちに強能力を与え始めましたね。移動速度もね、さっきまで1.6なのが1.7まで上がってますし、このまま重力を上げ続けてたら、なんか F1 みたいなスピーシーズが出てくるんじゃないですかしかも気のせいかなんかスピーシーズの足もすごい太い気がする。これが重力16倍にね、耐えられるオスの体って感じなんですかね。32。 重力をね、2倍にした瞬間、スピーシーズの大絶滅が起きるのが面白いですね。まあそりゃそうかっていう感じもしますけど、重力2倍にするくらいでいきなり死んじゃうのに、よく今まで16倍の重力に耐えてきたなって感じしますね。まあでも、重力16倍で何世代も生きてきたら、もう重力1倍と変わりないのかな感覚的には。もっと上げたいな。 10倍がダメだったんで、まあ、5倍くらいにしてみっか。すごい急いで減っていってます。でも大丈夫。ここまでは想定の範囲内。やっぱりいきなり重力を5倍とかにすると、突然変異もちょっと増えますね。いや、でも、数戻してきましたね。うーん。やっぱり、案外なんとかなるな。5倍ずつだったらなんとかなるのかもしれないですね。と見せかけて、1000倍。重力16000。大丈夫だ。お前ならできる。5倍耐えたなら100倍も耐えられるはずだ。5倍も100倍も同じでしょ。あ。 まあそういう夢を見たんで、やっぱり、次からね、5倍ずつ増やしていこうかなって思いましたね。800? 重力800倍。スピーシーズは、果たしてこれに耐えることができるんでしょうかあ、ダメだった。まあ、さすがにね、重力160倍で修行を積んで、その後ですね、800倍にすんのは。これでちょっとスピーシーズがどう進化していくのか見ていきましょうか。 何が起きてるんだこれ。スピーシーズがね、一箇所に集まり始めましたね。スピーシーズがすべて、もう完全に一箇所に集まって、で、ものすごい勢いで繁殖することによってゲームがめちゃくちゃ重たくなりました。分布を見てもね、ここにしかスピーシーズいませんからね。あんなに速かった移動速度も0.1まで落ちてしまいました。パンチドランカーになったカールスリベラのようですね。全然何が起きてるのか、私にはわかりませんね。あ、ついにスピーシーズがバグって、 落ちてしまいました。まあ、多分だけど、あまりにも強い重力のせいで、すぐ死んでいくため、全員同じところに集まって、死んだ仲間を食べて、子供を産んで、死んで、死んだらこの子供が親を食べて、子供を産んで死んで、みたいな感じのことをやってたのかもしれないですね。で、その場合、やっぱり全員同じところに集まって動かない方が都合もいいので、全員同じところに集まったみたいな。 まあ、ジュラシックパークでは、生物は抜け道を探す、みたいな感じのことを言ってましたけど、まあ、スピーシーズにおいても、やっぱそういうわけなんじゃないでしょうか。新しくロードし直して、まださっきの条件でやってるんですけど、今回は、さっきみたいなことは起きずに、まあ、そのままストレートに進化してますね。移動速度も、1.8みたいなのが出始めましたし、なんでさっきだけ、あんなことになってしまったんですかね。じゃあ、注力800にすっか。やばい。オートセーブでなんだかなるだろうって。 思ってたら、重力800にして、絶滅する直前のところでオートセーブされてて、大変なことになってしまいました。頑張ってくれ、お前ら。こっから、スピーシーズを再興させるんだ。いや、でも何回かロードやり直したら、増え始めたぞ。重力800倍でも。やるねいや、違う、これあれださっきと同じ現象だやっぱり移動のコストをどんどん高くしていくと、ある程度までは、足を鍛えることにより、どんどん速くなっていくけど、 敷地を超えると、移動しないで子孫を増やせる方がいいんじゃないみたいな感じのことに気がついて、まあ、そういう方向に進化していくっていう感じなんですかね。まあ、これを見ている皆さんももし、今後地球を作ることがあったら、あんまり重力は上げすぎない方がいいでしょう。そんじゃ、面白かったらチャンネル登録お願いします。それでは、また、今度